申し訳ない、みんな時間がちょっとかぶってしまった。まあまあまあ YouTube は後で聞けるうち聞けるし、ね、今日火曜日なの忘れてたわ。もう YouTube は後で聞いてください、再生だけして後で聞いてください。ありがとう、トンネルが多くなるから。ありがとう、あ BKB さんありがとう、リアタイ実況何喋ってたっけ、リアタイ実況します、じゃあ内村さんのリアタイ実況するか。 MJ さん、クキオさんありがとう、神様ありがとう。なんか今日月曜日な感じがしちゃってたのよ、ずっと。なんでだろう、昨日もお仕事だったからかな。クリシャさんありがとう。明日はパジャドラです。リアタイ、重たいものを作ったんだ。あそうなの、無理しないでね。国書さんありがとう。そう髪の毛ちょっとだけ前なんかアイロンでやった。さっき愛知がどんどん美人さましましになって、そうなの？ひと言、そうなの？通勤時間に聞いてます。ありがとう。寝落ちで聞いてますとかね。あ、ピンクの浴衣似合ってました？やった。ピンクも好きです、水色も好きです。好きな色って決められないな、水色ピンクも好きだし、うん、お願いします。浴衣グッズ出ております。ポテチさんありがとう。ニート差が開いてる、もうそのタイヤキングを狙ってるの人がいるのかわかんないんですけど、赤好き。でも可愛いっていう目線で言うとピンクとか緑とか水色とか、なんか緑とかなんかいつも可愛いってなる、惹かれるのかな色。でも赤とか黄色とかなんかそういう 原色というかその、うん、色もやっぱは選びたくなる色。うん、黒とかお白もね可愛いっていうか、可愛いというかなんか洋服とかは黒とか白が一番いいよね、無難。愛知気になってるって言ってタコ連れてくる、ああ嬉しい、ありがとう。
紫、あ、紫か、あー懐かしいね。フォローしちゃったよ、ありがとう。紫、めっちゃ濃い紫ね。私紫も多分似合うの、似合うというか、うん、似合うっていうか、ね、衣装おひ、コンサートの衣装とかで紫の衣装割とあるかも割とでもないか、あるかも。スペチャリさんありがとう、エメリアさん、大ちゃんありがとう。髪色いい感じ、ちょっとだけ抜けてきた。セット紫着てたね。そう、濃い紫とか結構、うん、いいね。色上の肌色に似合ってる髪色、ありがとうございます。無難な色から売れていく、あ、そうなんだ。お祭りの時浴衣、小さい頃は出たけど、小さい頃って言っても小学生とかの時は来て家族と出たり、お祭りに。中学からはお友達と浴衣、浴衣っていうかお祭り行くってなっても浴衣を着て行かなかったね。な、私服で行ってたね。なんかみんなそうだったよね。周りの子が着てたら着てたかもだけど、みんな私服で町内のあのお祭り来てたから、なんかわざわざ浴衣を着ていくっていうのがあんまりなかったかな。そうだね、着る機会はだから全然なかった。自分の浴衣とかもあんま持ってなかったかも。ちょっと浮いちゃうとあれかなみたいな思って。そう、浴衣は好きだったんですけどね。中学、まあ高校の時も家庭科の授業で着付けとかしました。着付けっていうか浴衣のなんか着付け授業家庭科であったりして、そうなんですけど、これもテーマ見に来ました、ありがとう、嬉しい。でも高校でも別になんか着ていくことはプライベートで着る機会は一切なかったです。気合入りすぎだと思われそうで嫌だ。わかる、そうなんよね。もっと早く行けばよかった。うん、次来てください、約束ね。悲しいわ、なんか青春だよね、浴衣着て待ち合わせみたいな。一切したことない終わった。タータンさんありがとう。悲しいな、そう考えたら。なんかいいなって思ってたけどね、小さい頃、中学の時とか漫画とかでよく浴衣、お祭りで浴衣でなんか待ち合わせて可愛いねって言われる、言ってもらってドキみたいな、あのシチュエーションね、あの定番のやつないね。なんでなの、したかった、高校生の時とか。もうなんでこうも年を取ってしまうんでしょうか。もう戻ってこないんだよ学生時代って悲しい、悲しすぎる。MJ さん、イチロさんありがとう。いや違うんだよ、大人ね、これからさ先に、まあ、あのできるっていうか別にしてもいいと思うよ。でも学生の時にするっていうのがなんか青春っていう気がしちゃってるっていうね。大人でも青春できます、できますけど、でもなんかこう、まあなんていうの、学生の頃の方がなんかいいよね。なんていうんだろうな、恥ずかしさもな、
恥ずかしさっていうか、なんて言うんだろう、大人になると変だね、恥ずかしさとかも出てくるかもしれないし、そうそう、やっぱ中高そこら辺の時が一番青春って感じがするけれども、もう終わってしまったからそうね、2個あるのでいつでもどうぞランドセルか、ちょっと戻りすぎちゃってるな。それだポテチさんありがとう。制服ディズニー、制服ディズニー、制服ディズニーは私お友達と何回もしたことがあります、高校生の頃ね。でも女の子友達なので安心してください、全部ね。そうよくね、学年のどっかしらのカップルとかは行ってました。うん、ディズニー、制服ディズニー行ってましたけど、うん、やっぱ憧れというか、女の子とかはね、やっぱなんかそういうの憧れっていうかね、いいなみたいな思うんですよね、高校生の時とかは特に。そう、うん、叶わぬ叶わぬ理想でしたわ私、憧れありましたけどね、無理でしたね、無理でしたっていうか、普通に女の子とこう仲いいお友達とこう行った方が楽しめる説ある、多分何回も行くとかするが都会の子で、でもなんかそうね、受験休みとか受験シーズンはね、お休みが結構あったので、部活とかもその期間だけはお友達と行ってたんですけど、そう寒い時期だしね、受験2月とかめちゃくちゃいい、やっぱり、あ、いいっていうか夏よりいいね。 USJ 一人 USJ すごいすごいね、あ、え、浴衣着て行ったの、すごいすごいね。なんかいい、なんだろうな、ディズニーで結婚式を、あ、いいね、素敵、ちょっと素敵、もう本当にさ、一人前はどこまでできるみたいな、どこまでできるかな、私は一人ディズニー全然余裕だな、多分1441ありがとう、いけるでしょう、一人ディズニーはできると思う。めでまさん、ありがとう。命の使い道を歌える。ディズニー倍もある。おお、すごい。アトラクションを習うと結構きつい。あー、そういうことね。一人制服ディズニー。あー、制服ディズニーはやばいかも。ちょっと。ね、並ぶやつか。一人で並ぶのちょっと、まあ確かにね。それは確かに。ターさん、フコピグさん。もういけるんじゃないかな。前とか後ろに集団のなんかイケイケな集団がいたらちょっと嫌だな美久里さんありがとう。ああ、転りました、お大事に。イケイケ集団多いからな、本当ディズニーとかって怖いねん、マジで。前とか後ろとかにいるとすごい嫌だすごい嫌だとか。そう、なんなんだろうな、なんかそうそう
そう結構ビクビクしちゃうもん、なんか怖みたいな。うん、でも一人で行くっての全然行けると思う。私スマホ見てて、そうイヤホンしてとかね、全然行ける。大ちゃん M です、ありがとう。あ、22時だって。おージムラジオが投稿されたかしら。私結構ディズニー行ってんだよね、高校生の時とか。高校の写真あるかちょっと見てみますね。あるんじゃない？あるよ。ちょっと制服が 見せれないけど、どういうかあるかな。結構行ってた私、制服ディズニー。あーでも見せれる写真ないな。友達が写ってるわ。前髪開けてる。そうちょっと開けてみてる今日は。ですありがとう。あ本当だ、120聞いてきていいですか。ロングだよ、ロングソース。年パス持ってなかったわ。ジムラジオ聞いてる。短めだった？何分だったんだろう。やはりもうさ疲れてたんだよその日多分。そうだからサクッと撮ったかも、だらだら話さず。うん、ってない。MJ さんありがとう、フクピグさんありがとう。今回1本目かな、うん1本目か、1本目だね。雰囲気変わりましたね。ほんと今日はね珍しい、ちょっと前髪分けてる。今日も可愛い、ありがとう。ショート撮るで何分分、ショートって何だよね、何分番ショート。ヤクさんありがとう。そうリハの日だ、リハ終わった日か、リハ終わったと終わった時か、終わった後ちょっと疲れてたかも。そうだいぶ疲れてた。でもね30分以内が本当はいいんだけどね、うん収められるならね本当は。えっと思います今の感じ。本当ちょっと今日は何も予定はなかったけど、何一つ用はなかったけど、その出かけるとか、この配信するためにちょっとだけ整えた。こんばんは。珍しい。はあ。明日は水曜日。
いい。その写真もよかった。ありがとう。五等分はい。あ、そうなんだ。豊永さんめっちゃ笑ってた。豊永さん、なんで笑ってたんですか。水曜日は飛ばしてもらって。水曜日ってちょっとね、スキップしたいよね。平松さんありがとう。ポメミ強いですね。髪巻くと、まあやっぱね、なんかそのふわふわワンコミある髪型なんで、たふわふわ系って。なんかほんと水曜日嫌だったわ、学生の頃とか特に。そう、なんか今はさ、曜日関係なくお仕事なんでね。ワン、そうなので、昔付き合って彼女にショートにしてもらってくれ、あ、そうなんだ、すごい、ショートにしてもらって、今はなんかどの曜日が嫌いとかない、なくなったんですよ。そう、この曜日が好きっていうのもなくなった。あんまりドラマとかある、好きなドラマとかの時は、やってる時はその曜日が楽しみになるけど、でもなんかあんまなくなっちゃって、土日が楽しみとか、土日、そう、そういうのがなくなったね。BKB さんありがとう。そういえば早く帰って嬉しかったよ。そうなんだ。水ダウとか見るのはすごい楽しみだったけど、そう、今ほんとテレビ見てないよ、ダメよね。福清さん、MJ さんありがとう。水曜日だけ残業しなくて、あ、そうなんだ。ゲームの発表会、手作りのためにテレビ見た。テレビ見ないね。だって今 TikTok で全部流れてくんだもん、面白いシーン。千鳥とかかまいたち、千鳥かまいたち、なんか面白い、面白いシーンがなんか切り抜きで流れてきて、それ見てテレビ見た感覚になっちゃって、そう、面白いシーンが全部流れてくる。そうなのよね、テレビ見てるって気持ちになっちゃって、バラエティ番組、そう、見れてるなっていう。それでも TikTok で見てわかる。なんか TikTok の方がさ、余分なあの CM とかもないしさ、その見なくても別にいいっていうところがさ、省かれてるじゃない。だからなんか早送りもできちゃうし、ね、なんかね。見ちゃうよね。晩ご飯食べるか、食べな、まだ食べてないの。鬼滅ぐらい、あーね、あれ髪型がちょっと珍しい、今日ちょっと珍しい、まあ、自分でやったんですけどね。あ、爪切ろう。爪を切りますね、皆さん。ピ
TikTok で一回見たことない。本当？そうそう、テレビもラジオも後で見れるし聞けるしね。本当そういう時代なんよね。配信中に切るよ、アイリのルームは。定期的に切ってます、ショールーム中に。音だけお届けします。ミラーボー我慢我慢、ミラーボー我慢してよ。爪切り配信好きです。マニアックな人がおる。はい、オッケーイ。ヤスリが嫌いなのでかけません。きっとヤスリかけた方がいいんだよね。嫌いなのよヤスリが。そう、苦手なんです。結構サクサク切るんやね。そう、私結構やっちゃいます、サクサク。もう終わった。足の爪はでもそんな伸びてないな、まだ。うん、伸びてない、伸びてない。ガタガタにならん、うーん、な、分かんない、なってないだよね、アイリ的に。勝負事の前には爪切ったらダメですよ。そうなんだ。ゴールを使い切った、だって。ありがとう、さんのギフトありがとう。爪の指、な、足の爪って伸びるの、うん、まあ手と比べたら遅い気がする、遅い気がしてる。大ちゃんさんありがとうね。 MJ さんありがとう。あー、なんだっけな、うん、ゴールドは計画的に。BKB さんありがとう。エビーさんありがとう。なんか言おうとしたんだけど、マイキー、マイキー、マイキー、あ、そっか、たい焼き好きだから、マイキーね。マイキーね、あ、そう、最近ハマってるもの、恋愛リアリティショーにハマってるんですけど、ネットフリックスの恋愛リアリティショーで、今まで愛理は恋愛リアリティショー、学生の、ま、ものだったり、ちょっと若めのな、20代とか、うん、のしか、だから上でも20代ぐらいまでのやつしか見たことがなかったんですけど、愛の里っていうネットフリックスの恋愛リアリティショーを、そう、見て、なんか私も最初は全然知らなかったんですけど、なんか大場美奈ちゃん、そう、美奈ちゃんとかに
そう。おすすめされて見てみたらめちゃくちゃ面白くて、35歳以上のそう恋愛なんですよ。恋愛リアリティショーなんですよ。それがね、だから学生ものじゃないから、その若い恋愛じゃないから、大人の恋愛だから、もうスピード感すごくて、35歳以上だからもう大人の恋愛っていうか、もうなんて言うんだろう、なんかもうね、すごいわけよスピード感。あ、おにぎりさん、ありがとう。カメさん、ありがとう。愛の里はもうアイディなんよいつかアイドル卒業したら出るかもな35歳以上になっても独身でしたら出るかもねそうだから、まあ本当にその面白いよね。みんなね、バツイチバツにいます。35歳以上だから独身、一度も結婚したしたことない人ももちろんいるし、バツイチバツにとかもいるし、子持ちの方もいるし、そう面白いのよね。もうマジで癖強い人ばっかりで、そう香ばしい方ばかりで面白いです本当に。まあ今日見終わったんですけど、やっと見終わったんだけど、やばい超面白い、おすすめです皆さん。なんか普通の恋愛リアリティショーじゃない気がする。だからそういうのあんま好きじゃないよねっていう人も一回見ていてほしいなっていう、面白いのよね。そうそう、癖がある人が多くて、そういうの恋愛リアリティショーとかなんかちょっと恥ずかしくて見てらんないみたいなタイプの人とか多いっていうか、見ない人はそういう方が多いと思うね。そう思う方が、いやね、そう全然面白いです。香ばしい方々よ出てる人たち。ちょっとMC みたいなところに、あつしさん、論文のあつしさんとベッキーさんだから面白いよね、ツッコミもそう思ったこと言ってくれるからさ、すっきりする。いや香ばしい、男性の方が特に香ばしいね。女性もまあなかなかだけど、男性特に香ばしいメンバーが揃ってらっしゃるよ。癖強いってことあ、なんか相乗りを手掛けたプロデューサーさんたちっていうかスタッフ陣でまた作られてんだって、愛の里って。家族がいると見づらいとかあるのか。あー、でも家族と見ても面白いと思うんだけどなあえて見れそうな気がするけどっていうぐらい面白かった。癖強人が好き説、癖強人がってか見てるのが好きねいやそういう人たち見てるの好きよね、面白いよね。ハリウッドさんやばいよね、一番やばかったかも。いやアンチョビ最高っていうのもあるけど、アンチョビタイプいるんだよね。どんな香り？いや見たらわかる。突っ込んでくれる虫いいよね。そうそうそう。ネットフリックスのやつ。ぜひおすすめです。愛の里。めちゃくちゃ面白い。名前も結構。個性強めでみんなそう見てほしい、みんなに。
そう、おにぎりさんありがとう。こうね、見てる人多いよね。大ちゃんさんありがとう。ネルトみたいな、そうなの、どうなんだろう。アイノスと伝えたらもう香ばしい。ラブビレッジみたいな。そう、トリックさん見たことない。そうね、どうなんだろう、あんまそういう見ない、映像系を見ないっていうことはあんまねないか。ね、35歳以上っていうのがねポイントだね。結構大人の内容も出てくるよね。なんかその話してるツーショットタイムとかあるけど、そういう時に話す内容ってだいたいその学生たちの恋愛リアリティショーだったら、ここが好きでとか、なんかなんて言うんだろう、本当に若者同士の会話、なんかここがいいなと思ってとか、なんかそういうことなんだけど、その愛の里は、金銭面とかで過去の恋愛話とか、あと子供がいる人は子供の話とかとかね、あとなんだろう、あのだいぶ深いのよ話が。そう、リアルなんよね多分。おじさんになって恋愛ってとても見せれない。でも本当60歳の方とかもいたりね。すごいのよ。でもみんなでもいろいろ過去にやっぱいろいろ経験されてるから、トラウマがあったり、あとはなんか悲しい思い出があったりとか、なんかいろいろあって結構感動もするんだよね。でもリアルですね、本当にリアル。言葉の重みがみなねえがね、勉強させられますよ。なんか人間としての人間としてのリアルな部分を描かれてるというか、見せていただいてるから。たい焼きながら小待ちながら晩ご飯食べないみたい。無理だそれは。ご飯食べて、京介もめっちゃいいよ。京介も多分周り全然見てないよ。マイカさんのラストのインプ。オラウータンね。バラさんありがとう。一番中途半端な年齢の前に積んでる。そうね、なんか京介は若いし、綾野里は結構上だしね。恋愛リアリティーじゃなかったら上だね。愛の里はかなりファンタジー。4月から自炊ってコンサートあるから難しそうな気が。そうね、逆によ、コンサート前だからあんまり遊びにとかも行けないし、逆にお家にいるからお出かけとかできずに、家に疲れて家にいるからできるみたいな考え方もあるよ。一村ラジオでしょ、一村ラジオの話でしょ。見てみてください、ぜひ時間ある方はね。そう、なんか宣伝みたいな、おすすめです、おすすめ、アイリの最近のおすすめ。推しの子も最新話見たし。
容姿重視のイメージ、意外の人は違うのかな。いや中身が結構重要視されてるね。ゆるくキャンプしたい。暑いよね。でももうリハに弁当持っていく、リハ弁当、お弁当持って行かないね。いつ持ってってた時もあったんだよね。でも私自分で作って持っていく。なんかさ、ミスタードーナツでさ、なんかすごい気になるやつ出るんだよね。出てんのかな、もうなんかポンデリングの白い、なんか白バージョン、すごくない？ゆるキャンアプリ、え、そうなの。 BKB さんありがとう。白いポンデリング美味しいのかな、どうなんだろうね。あ、ミスドとか全然最近なんか買ってないなって。ポンデリングの白が出る、出てるのかな今、どうなんだ。いいね、ポンデリングやっぱ美味しいじゃん。ミスドの、ミスドといえばだよね。明日からか YouTube で食べてる人の見てみよう。そんな時は出前館出前館、マイカーにあるのか。大ちゃんありがとう。ディープマッサージしてる。黒糖のポンデリング最初出てるのめっちゃ、あ、黒糖ね。なんかあれ味がちょっとあるもんね、きな粉みたいなやつとか。良さそう。白あん、白あん見たい。足とか待ってるね、なんかすごい。差し入れでミスド期待だね。差し入れ、差し入れないないだろうな。何であるか。うーん、ラジオ聞き終わりました。あ、ありがとう。今日早いね。今日はちょっといつもよりはタイトです。こんばんは。ハニーチュロ楽しい、ガチ恋過激派マックスいっちゃってます。それもう楽しい、ガチ恋過激派までいっちゃう。頂点いってるわ。ハニーチュロ美味しいよね。いやマジでね、アイリー初めて食べた時のあの衝撃的な美味しさを忘れられないよ。ハニーチュロとか選ぶのって結構なんか勇気がいるよねっていう最初はなんか私はいつなんか本当福岡来てから初めて食べたんだよね多分。そう初めて食べたあの食感とかがね、あのチュロスなんだけど、なんて言うんだろう、あのもちもち加減とかもすごいし、そう
そう、もちもち加減っていうか、そのなんていうのね、柵の奥にもちもちが待ってんのよ。なんかな、もちもちはしてないんだけど、別にしとって感じ、しとしとって感じかな、柵しとって感じのあれが美味しいんですよね。甘いけどね、普通にポンデリング食べるんですけど、出た出た楽しい。オールドファッションも私な、何オールドファッション頼むのかなみたいな、なんでそれ頼むみたいな人だったの。じゃ、オールドファッションアンチやったよね私学生の頃は。なんでそのあのノーマルあんだけ種類あってと思ってたら、大人になってその良さに気づきましたよ。本当に長かったわ。じゃマジでに本当20歳とかになって食べた時に、なんかオールドファッション食べた時に、ごめん誤解してたっていうごめん本当、なんかただただ食べないで、食べてなくて食わず嫌いというか、偏見でノーマルだし何もついてないし、なんか美味しくなさそうっていう、なんかそういうイメージで言っちゃったのよ。実際食べてみたら、美味しいじゃん君っていう感じで、そう、そういうこともありえるんですね。だからそう、何が起こるか分からないいやマジすごいわって、美味しかった、美味しいもんマジで。3時ぐらいになってお話から行くぐらい好き。そうそう、だから愛知ってこういう子なんやろな、こういう人なんだろうなっていう勝手に想像、人物像が出来上がってて、でも実際会ってみて話してみたら、めっちゃいいやんってなる人そのタイプで、そういう人もいるじゃん。あでもそのタイプでやっぱオールドファッションとかは結構なんか好きになったというか、そのチュロスもね、ハニーチュロもそう、最初はドーナツじゃなくないみたいな感じだったけど、いや美味しいんだよね。愛されてる理由が分かりますね、オールドファッションとか。ハニーチュロも結構なんか人気じゃない。そうそう、だから人気なものはやっぱ愛される理由がねどっかにあるんだよね。てかミスド外れ ないよね、あんまりなんかそんなないような気がする。ただ茶色だけに味気ないと子供の頃は思ってました。そうそうそう、なんね、なんか結構なんだろう、どれ食べても美味しいんだよね。すごいわミスドさん。ゴールデンチョコレートがボロボロ、いやわかる、あれうまく食べれないねね、7月にね家族が福岡遊びに来てくれるんです。そうめっちゃ久々にね、そうだから、そうアイムドーナツを、買ってあげようと思ってますミスドじゃないんかいごめんなさいミスドさん、全国ね、店舗だから、ちょっともうアイムドーナツを買おうっていうか来てくれるんで7月に、その時その前日とかに並びに行って自分でそこ
こはメスドである。ごめんミスド、ミスドくん思わせぶりしちゃってごめん。ミスドってほんといいよねとか言って、一番最低な、そう思わせぶり女。でも前日と来る前日とかにちょっとあの行列なんよ本当に。1時間くらいは並ぶね絶対にね。ふわり一人で並ぼうかなみたいな、それひじりを連れて並びます。いや食べさせてあげたいよね。いや東京にもあるよアイムドーナツ多分。でも行かないと思うわ、うん、行かないよそんなおしゃれなドーナツのとこ知らないよ私の家族。そうだからアイデア買ってあげるの。そうなんかね家族実家帰る時とかもね結構ありなんか買ってってあげたい人なんだよね。そう博多駅のクロワッサンとかも あのパン博多の福岡のパンアマムダコタみたいなパン屋さんとかも前買ってって帰あ実家に帰省したりとか、三日月のパンとか、あとあクロワッサンかとかお土産もそうだし、なんか買ってって、アイリそうなの、何でもそうなの。どっかディズニー行きましたとかどっかお出かけした時もなんかお土産を家族に買ってってあげたくなっちゃう人なんですね。そうお姉ちゃん、お姉ちゃんのお姉ちゃん的考え思考になってんのかな。そう自分も食べ、あ自分も食べます。自分が食べたいだけとかじゃないですよ、一口もらう。でもねあの天ぶなこたんとかのパンはあの福岡有名じゃない、福岡発祥であれでしょ、まあの東京とかにもできたんでしょ。でさ食べたことなかったの私も。でもさ並んでさ一人で帰省する前に並んで買いに行って食べたことなかったから気になってて、そう一緒に家帰った時にあげてみんなでちょっと食べた。白屋のサニーパン、あーねいいよね美味しいね。フルフルの明太フランス、あれ1ヶ月しか食べたことないよね。美味しいんかな、美味しいんかなってか覚えてないの。もう私何年も前に天神のとこで買って、天神のお店はもう閉店しちゃってたのね。そうだからすごい前ですね。だからそのパン明太フルフルのパンも買った買っとくか、食べたことがないと思うので。そう家族は、そう展示のお店あった時に食べたこと、あ本当、いやあれ忘れちゃった、味もう忘れちゃったよ。そうビビさんありがとう、大ちゃんさんありがとう、ほぼ行く、うん、忘れるくらい食べてない。コンビニでパン買いに行ってきます。食べたくなっちゃって、パターが効いてて欲しかった。うん、アイディはまあ福岡ね、でも何を食べに行くかっていうのは結構難しい。アイディがおすすめのとこどこだろうな、でも。
け麺金虎とかもやっぱ美味しいよね。つけ麺美味しいんだよな。 BKB さんありがとう。鶏皮ね、大ちゃんありがとう。あそっか、うん、あ水が美味しい。あそうなんかな、福岡、うん福岡。あでも土鍋ね、お酒があれば何でもいい。集合。いやなんか美味しいところがありすぎて多分ね、なんか数日じゃね回りきれないよ多分。1週間ぐらい欲しいよ。糸島行きたいね。行きたい。なんかさ私車とか乗らないからさ全然知らないんだけど、なんかチャリチャリの車版ってありますよね。わかんない、どういう仕組みなのかわからないんですけど、チャリチャリってあの自転車借りシェアできる、シェアできるっていうか借りれる、なんかどっかになんかどっか止まってんのよねスポットに自転車が。うん、そうカーシェアリング、あそれなんかどうなんですかそれ。えそれはレンタカーとは違う、一緒レンタカーってことなの、レンタルっていうか。カーシェアって何、使い勝手いいですか、カーシェア、カーシェア便利。そうなんだ、だからチャリチャリの車版みたいなことじゃないの、そのエリア返すスポットに戻してっていうことじゃないの、保険とか。そうなんね、あれそこら辺の仕組みわかんないんですけど、でも車とか乗らないからさ普段。新レンタカー、うーん、うん、毎日行ってるわけですけど、うん、なるほど。でもそう考えるとタクシー使っちゃった方が安いのか、どうなんだろう。数人で乗るとかだったらもうなんかタクシーで行っちゃった方がいいみたいな。運転免許持ってません。おにぎりさん、大地ありがとう。戻さないといけない面倒、あーそうなんだ、それはちょっと面倒ですね。そうなんだ、でもチャリチャリって便利だよね、本当に便利、めちゃくちゃ便利。サーフトリップすごい、タクシーなら駐車場とか。そうね、そうなんだよね結局。福岡に車とか観光し、観光でしょ。まあでも糸島とか行くんだったらまあ車あった方がいいですよね。でもそれ以外だったらなんか別になんか電車バスでね全然福岡はね行けるみたいよ。チャリチャリ使いますね私、結構結構っていうかまあうん、日によっては使う日もまあある。なんかバスより早い時もあるし、電動タイプもあるしね、すごいよね。
ますよ、チャリチャリは。坂が少ないな。あー確かに少ないね、言われてみれば。そうね、メンテナンス中でないの分かる。マジチャリになってること？あ、そういうことか。いや、そういう可能性もあるよね。ヒッチハイク怖い。ヒッチハイクはね、じゃマジでヒッチハイクをしようって思った時が一回だけあります、人生で。私もうこれはヒッチハイクしかないわっていう時があった。そう、なんかね、何年か前、何年か前っていうか、まあ去年の話とかではないんだけど、帰省するときに、実家に帰省するときに、まあ福岡空港に向かってるとき、まあ、私が本当早朝に行ったもんで、早朝とか始発とかで行って、電車確か乗ってたのかな、電車とかこう利用してて、でなんかわかんないけど間違えちゃったんです、行き方を。そう、行き方を間違えたっていうかな、なんでだったんだっけな。そうで、なんかさ結構最近でなんや、帰省した時に、でもだいぶ前なんだけど、だいぶ前に私が多分福岡まだ来てそんなになんか、そう、福岡ってさ空港まですぐ行けるっていうのが魅力的じゃないですか。でもなんかわかんないんだけど、そう、どこだったっけな、どこで降りちゃったんだっけな、とにかく着かなかったな。なんか福岡空港まで着かない電車あるよね。福岡空港まで着かない電車が あったんです。空港と逆方向だったのかな。だからでも結構意識が、あの時マジで朝早すぎて、もうなんか何が起きてるっていう感じだったんだけど、そうで、なんか知らないっていうか、あんまり身に覚えのない駅で降りちゃって、そう、身に覚えのない駅で降りてしまって、でなんかどうしようってなって、なんかもう一回乗り直して行ったとしたら、
行機の時間に間に合わないんです。そう、飛行機の時間に間に合わないやんってなって、えどうしようってなって、タクシーでよし行こうってなって、なんかもう電話かけたらタクシー会社とか結構何件も電話かけたら、ちょうどそのエリア全然タクシーなんか来れないエリアみたいなみたいなことを言われちゃって、だってやばいやばい、あーすいませんそっちの方面はちょっと行けないねみたいな、えなんでってなって、そう普通にやばいやばいってなって、なんかタクシーとかも全然通ってない場所だったの、しかも大通りとかもなくてやばいなって、でしかも結構暗くて、朝でもほんと始発ぐらいの時間で、冬だったのかな、寒い時期だったんで、真っ暗なのよね始発ぐらいの時間で、今だったら全然まだ明るいんだけど、多分もう冬はすごい暗くて、もう夜みたいな感じの、だからもう怖くなっちゃって、もう最悪どうしよう、もうもうで時間変更とかもできなかったのよ、もう時間がギリすぎて、飛行機の時間変更もなんか直前すぎてあんまできなくて、ああもうどうしようどうしようって、もうすごいもうその場でなんかバタバタしちゃって、やはり落ち着けないんで、本当にそういう時に落ち着けない人だからどうしようどうしようってなって、そうどうしようどうしようどうしようってなって、でもう終わりだってなった時にもう、あもうヒッチハイクしようと思ってそうヒッチハイクするしかないじゃんって、車は通ってんのよ、なんかちょい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 、なんか普通の車は通ってるから、うわもうヒッチハイクするしかないっていう感じで、もうなんかもうこんぐらいまで出してたんだよねちょい出ししてたんですけど、そう勇気が出なかった、でもここまででやるにはちょっと勇気が出なくて、ちょっともじもじしてて、そうでもなんかでも うろうろしてたら、もうそううろうろしてたら、なんかもう奇跡的になんかライトが見えて、そっちの方に行ったら空車のタクシーが1台だけいたんです。普通の何にもない道にね、輝いて見えましたねその時は。タクシーが本当にさ、最初からタクシーで行っとけって話でしたね、もう家から。そう変な、なんかの なんか時間があったから、なんかいつも違う行き方しちゃって、なんかまあ普段だったらこうタクシー乗ったりするところをなんかこうね、いつもと違う行き方をねするときに限ってなんか間違えるのよ本当に。朝も早かったしさ、普通にタクシーでよかったよ最初から、でもなんか時間あるしっていう、なんかちょっと帰省できるみたいな感じでちょっとテンションも上がってて、いつもと違うなんか生き方しちゃって、そう、まあ、タクシーだからそこで見つかったんで本当にもう奇跡よ。そうでめっちゃあちょっと急ぎでみたいな感じで、もうなんかすごい飛ばすっていうか、もう結構急ぎ目で行ってくれて間に合いました、ギリギリで。そう本当福岡に来てそんなに経ってない時だったの、多分まだ初期の頃だったんで、なんか分かんなくて、どこがどこなのか分かんなくて、知らない地名みたいな感じだったし、びっくりしちゃった。本当にもうあ家に帰れないじゃんみたいな実家に帰れないよどうしようみたいなとか言って、もう半泣きで、そう
でもそんなに遠くなかったので、多分空港までそこまですごい遠いわけではなかったんで、まあ間に合ったけど、ちょっと危なかった本当に。なかなか福岡では起きないエピソードですよこれは。どこにいたかも忘れたわ。そう、初期の頃本当に記憶があんまり曖昧、なんか怖かったから、すごい怖かったから一人で暗い道に一人で知らないところでなんか降りちゃったし、なんかどうすねえ何これって思って、もう無理じゃん、もう時間間に合わないじゃんってなってて、今じゃそんなことないけどね。危なかったわ。あのね、あんまそう本当に慣れないことはしちゃいけないよ。そういう時は結構あれ間違うんだよね。場所間違えるよね。集合場所を間違えたり、集合場所にたどり着けなくて、なんか。すごい慌てるっていうことを何回も経験してますね。ショールームで追いかけながらゾンビが何十代も来そう。いや、愛が本当になんかあったって気は配信して助けに来てって言ったら来てくれる。飛行機の利用くれそうって一番忘れる。そう、飛行機ってなんか変更とかめんどくさいし、またなんか取り直すとかめんどくさいし、お金もかかるしさ、もう嫌だったの本当に。だからもう本当にどうしようってなって。おにぎりさんありがとう。なんかあった時はもう配信したらみんな助けに来てくそうね。タクシー呼んでくれそう。確かに確かにね。ショールームタクシー今ちょっとここにいるんですよ。あんたみんなそう、タクシー呼んでくださ。何台も来ちゃうよ。何台も来ちゃうの。市原さんだから村民なんですね。ヒッチハイクってやめてって仕掛けた話だから一応ヒッチハイク仕掛けた。勇気が出なかったけどあんま。はあ、でも運がいいんだよな、そういう時。運がいいっていうか、なんかあのそうなんて言うんだろう、最悪の中の基地がある最悪なんだけど、なんかちょっと結局基地で終わるっていう、なんて言うんだろう、最悪な状況の中の一応ラッキーが出てくるんですよねいつもそう。大ちゃんありがとう。プラマイゼロ良くはないんだけど良かったみたいな感じ。いや、大ちゃん空港まで走る。いや、もうだから荷物なければあり走ってたと思うけど、めっちゃ大荷物で、しかも特大キャリーケースだったから無理でしたね、走れなかったね。そう、 MC とかではあんまり 話してない話これは。
が来たらこの話をいつかお仕事の時にする時も来るかもだけど、ヒッチハイクカットされるかな、してないからね、仕掛けた話だから平気でしょ、ギリしてはない。ヒッチハイク未遂、未遂でとどまった。前髪伸ばしてんの？伸ばしてはないです、流してるだけ。今日は気分でね、昨日ちょっと切ったんですよ。あ、11時だもう。あら、もうこんな時間？私ってめっちゃ画面こっち側にいつもやってるんだ。今なんか気づいた。大ちゃんありがとう、おにぎりさんありがとう。明日も、明日は公演なりパジャドラ公演なり、バスは逆に多くて覚えないって。バスはね、そうバスも間違うんだよね、本当にそう、バスも間違えたことあるわね。えなんか多いよね、わかるわかる、多くて便利なんだけど間違えることもある。明日います、お明日いる方もいるかな、パジャドラ頑張ります。結構出るかな、どうなんだろう、パジャドラが多いんじゃないかな、わりかし。今日と、29日、え、いつだろう、はい、あっ25か、25の昼公演と14、25の昼と29の29かな、確かに3回、明日入れて3回あります。そう、目撃者がちょっと少ないからかな、そう、パジャドラ、パジャドラします。明日も公演頑張ります。皆さん劇場に来てくれる方も DMM で見てくれる方もよろしくね。終わってからすぐホークス間に合う、いやー間に合うんじゃないの、間に合わないとね、なんで入ってんだろうもうめちゃめちゃ詰め詰めで入っちゃってるよ、公演、あの目撃者の公演、あ、じゃあパジャドラ終わってホークスでしょ、ちょっと忙しない、忙しない、エミリーも一緒ですよ、エミリーさんパジャドラ出るかな、25、あ、いるわ、エミリーさん、エミリーさんもいるから
よかった。パジャマでドライブしたことないの？あ、え？パジャマでドライブしたことないの？明日以外すべて決まる。おお、ありがとう。今月さえちゃんのせい。そっか。頑張ります。そろそろ終わろうかな。今日は長々と配信できちゃいましたから終わろうと思います。ではランキング見ます。13位ターさん、12位ビーケンビーさん、11位クニショウさん、10位クロちゃんさん、9位ユウツのバラさん、8位タッタンさん、7位カメさん、6位チロシさん、5位ポテチさん、4位フォクピグさん、3位おにぎりさん、2位 MJ さん、1位大ちゃんさんです。生誕が連続、確かに。ありがとうみんな。今日もまたポイントがアップしてるかな、もしかして。すごい、村民さんが13位以内に入っておりますね。何人も。ありがとう、嬉しい。ありがとうございます。みんな今日も一日お疲れ。みんなさんお休み、ゆっくり寝てください。明日もお仕事頑張ろう。じゃあね、一部ラジオ聞いてから寝てね。朝起きたら一部ラジオ聞いてくれる人も嬉しいです。ありがとう。バイバーイ、おやすみー。